ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、偉大な父を持った二代目というのは何かと大変なものなんだぜ。そうなの？二代目って親の力で楽できそうじゃない。いやいや、優れた才能があってもことあるごとに父と比較されるし、うまくいっても親の七光、うまくいかなければ父とは似ても似つかないと陰口を叩かれるんだ。それは嫌かも。だが、そんな重圧に耐え歴史に名を残した二代目も少なくない。今回は期待に応えた二代目と題して、恵まれた境遇に満足せず、自分の力で運命を切り開いた武将たちを紹介するぜ。ぜひ教えて。それでは今日もゆっくりしていってねー。豊臣恩子と呼ばれた大名の一人が浅野義長だ。安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将、大名。紀伊和歌山藩初代藩主で浅野家十五代当主。彼の父は浅野長政といい、秀吉の妻ねねと同じく浅野家に婿養子として入っている。じゃあ、義長はねねの甥ってこと？そう、つまり秀吉とは血縁関係こそないが、親族という形で共に出世街道を歩んでいく。そういう意味では、義長も他の豊臣恩子の武将と同じく恵まれた環境で、秀吉に従って各地の戦場で活躍した。なるほど。だが、義長には武将としての才覚もあった。15歳で父に付き従って初陣を飾った小田原の駅では押し城攻めに参加。崩れかかる陣で踏みとどまり、敵の砦を奪い取る戦功を挙げている。秀吉もことのほか喜び、脇差しを与えた。脇差しって？脇差しは、紙幣層が破損などにより使えない時に使用される予備の武器を指す。現在は日本刀の内刀の大小こしらえの小刀を言うことが多い。そうなの。続く朝鮮の駅でも義長は主力となって戦っている。加藤清正と共に各地を転戦し、清正に勝るとも劣らない非凡な才能を発揮した。この将来有望な若武者の活躍を秀吉も喜んでいた。加藤清正は何者なの？豊臣秀吉の子飼いの家臣で、賤ヶ岳の七本槍の一人。賤ヶ岳の七本槍は賤ヶ岳の戦いで功名を挙げた七人の若武者のことだ。秀吉に従って各地を転戦して武功を挙げ、肥後北藩国の大名となった。彼がどれだけ優秀かはある程度察しがつくだろう。槍手なのね。1593年、秀吉は敵戦の襲撃を撃退したという藤堂高虎を称賛し、慶尚道府山港に長政義長府氏を派遣すると告げ、船の通路の安全確保に当たらせた。この年、秀吉は五奉行の一人であった長政を呼んで、浅野府氏2回の国21万石が与えられるが、義長には16万石もの領地が下されている。一国で今だとどれくらい？まずこの国は、本来体積を表す単位、米がどれくらいの量あるかを示す単位だ。戦国時代の日本は、成人の一食必要な米の量は1合だった。そのため、1日3合が概ね成人1人の消費量とされ、一国は成人1人が1年間に消費する米の量にほぼ等しいとみなされていた。お米なのね。一国イコール10都イコール100升イコール1000合とされている。じゃあ、16万石も21万石も結構な量ね。この頃、義長は出征中だが、海府中将士とされた。これには確かに義長に家督を譲るという意味もあっただろうが、彼はまだ18歳。秀吉だけでなく、父長政もまた息子に大きな期待をかけていた。1597年に講和が破れて慶長の役が起こると、日本軍は攻勢から姿勢に回る。義長もウルサン城を任されるが、明朝鮮軍の猛攻にあってしまう。大丈夫なの？義長は得意の鉄砲を自ら放ちつつ防戦に努めた。あまりに激しく鉄砲を撃ったため、顔の半分が真っ黒になったとも言われている。間もなく秀吉が亡くなると、天下の形勢はにわかに動き始めていく。義長は秀吉の死去に伴い、立ち、大三原を遺物として賜った。片身かしら。父長政は徳川家康と良好な関係を築いていたが、家康を暗殺しようとした、との残言により謹慎させられた。一方、家督を継いだ義長は、父の意志に従って家康と共に行動していく。家康と？三成と家康の争いの中では、義長は家康の伏見屋敷を警備していた。また1600年、家康が会津征伐へ出立するとこれに長政義長府氏で従軍。親子でね、下野の国小山で三成が謀反を起こしたとの情報が入り、数日退陣しているとき、軍議の席で義長は進み出て、上方の祭祀が人質に取られていると言って、疑念を持たないでもらいたいと言って家康と同盟を新たにして、先方の一つに任命された。なかなかのやり手だわ。やがて義長は関ヶ原の前哨戦で武功を挙げて活躍。本戦こそ参加しなかったが、井伊直政と共に大阪城へ向かい、西の丸にこもっていた毛利輝元との和議を仲介。輝元が退出すると、代わって義長が西の丸に入り、家康をここで迎え入れた。その働きは家康から大いに称賛され、紀伊の国37万石を与えられ、和歌山城主になった。成果が認められたのね。
また、これからは徳川の世になると確信していたんだろう。娘を家康の九男、義直と婚約させるなど、徳川家との結びつきを強めている。浅野家が大名として存続していくためには、徳川家の親族になることが大事だったんだ。そういうこと。一方、自分を引き立ててくれた豊臣家の恩義も忘れてない。他の大名がそっぽを向く中、義長と清正だけは秀頼に挨拶を欠かさなかった。義長は豊臣家の安泰を祈りつつ、1613年に38歳の若さで病死した。病死だったの。義長には男子がなかったため、次男の長明が家督を継いだ。浅野家を近世大名として確立させ、その礎となった。歴史的にも重要な人物ね。秀吉に仕えた養老への一人として天才軍師の名を欲しいままにした黒田官兵衛だが、その嫡男として生まれたのが黒田長政。福岡52万石の藩祖としてあまりにも有名武将だが、実は若い頃から苦悩を抱えていた。何かしら？その原因となったのが黒田家の重臣で、長政の幼馴染でもある後藤又兵衛だ。幼い又兵衛の父が亡くなった時、官兵衛は彼を引き取って育てた。後の長政こと少女丸は、嫡男である自分を差し置いてなぜ我が子同様他人を育てるのか到底理解できなかった。それはそうよ。また年が2歳しか違わず、何かと二人は比較され、少女丸の鬱憤も高まっていく。そして、さらに不満を爆発させる出来事が起こる。それは織田家の人質になることだ。人質？長政の父義高は、中央の織田信長に志向し、織田氏家臣の羽柴秀吉に従っていたが、1577年義高は秀吉に対して起請文を提出し、少女丸を人質として秀吉に預けている。本来は主君小寺家の嫡男が赴くはずが、病弱だったこともあり少女丸にお鉢が回ってきた。そんな気の毒な。わしは人質の身となるのに、あいつはまるで我がこのように居座る。こんなバカなことあるか。父からの非常な仕打ちに耐え、少女丸は涙を飲んで羽柴秀吉がいる長浜城へ向かう。確かにその通りだわ。ところが長浜へ来てみると、暗い人質生活どころか、明るくて楽しい毎日が待っていたんだ。秀吉ねね夫妻は少女丸を我が子のように愛し、虎之助や市松ら小将たちも兄弟のように接してくれた。しかし一年も経たないうちに境遇は一変する。何が起こったの？信長に一度降伏した荒木村重が反旗を翻した。官兵衛は、懇意であった村重を本意させるために有岡城へ乗り込むも説得に失敗し、囚われの身となって幽閉されてしまったんだ。幽閉？この時、いつまで経っても戻らぬ官兵衛を、信長は村重方に寝返ったとみなし少女丸の殺害を命じた。しかし、父の同僚竹中半兵衛が密かに少女丸の身柄を居城菩提山城城下に引き取って、家臣府は槍立てにかくまい、信長には処刑したと虚偽の報告をするという起点を聞かせた。秀吉や竹中半兵衛の起点もあって少女丸は逃れるが、改めて戦国の厳しさを知ることとなった。危なかったわね。有岡城の陥落後、父が救出され疑念が晴らされたため、姫路へ戻った少女丸は元服して長政と名乗り、秀吉に従って各地で戦功を重ねた。疑念が晴れて本当に良かった。さらに九州の役が終わると、黒田伏に武前12万石が与えられた。ところが地元国州の紀伊重房は秀吉の出陣要請に対し、病気と称して自身は出陣せず、息子の紀伊浅草にわずかな手勢をつけて参陣させた。代わりに息子が行ったの？こうした重房の態度に秀吉は不信を抱き、以後の武前の国の治世の困難を憂慮して九州平定を、重房に伊予の国への移封を命ずる。長政はこの後に及んでは穏便にことを収めることが不可能と悟り、紀伊谷を攻撃し、軍勢を率いて重房を討とうとした。どうなるの？付き従っていた又兵衛は振りを察して退却を進言するが、決起に流行った長政は聞き入れず、やがて天剣に誘い込まれた黒田勢は惨めな敗北を喫してしまう。それ見たことか。又兵衛は偉そうに言った。そうだったの。さらに紀伊氏との初戦での敗戦を、一騎鎮圧軍を率いていた長政は頭を丸めて父官兵衛に謝罪。それに追従して物頭以上の他の武将たちも頭を丸める中、又兵衛だけは従わなかった。一人だけ？周囲から危惧されたが、特に悪びれる様子もなく平然と。戦に勝敗はつきもの。負け戦の度に曲げを落としてたら障害、毛が揃うことがないわい。と言い、官兵衛は不問に伏した。また、先に頭を丸めた長政は大いに面目を失い、暗い怒りの炎を胸の内に秘めた。さらに又兵衛の所領は事あるごとに長政を苛立たせる。何かと勘に触るのね。朝鮮出兵の際、長政は敵将と組み合って川に落ちたが、又兵衛は一向に加勢しようとしない。竹の家臣が、どうして黙って見ているのだ？と問うと、何、あのような敵に撃たれるくらいなら我が殿ではあるまいよ。と返答し、悠然と見物を続けたという。すごい態度だわ。
長政は必死の思いで敵を倒したが、又兵衛の振る舞いを深く恨んだ。主君を主君とも思わない又兵衛の存在に悩みつつも、長政は着実に出世の階段を歩んだ。いろんなことがあるけど着実に上り詰めてるのね。秀吉が亡くなった直後から家康に接近し、関ヶ原の戦いでは多くの西軍諸将を味方につけている。この長政の謀略がなかったら、きっと家康の勝利もおぼつかなかった。すでに長政は武勇と智謀を合わせ持つ武将に成長していたんだ。さすがね。そういった意味では父の期待に十分応えたと言える。一方、又兵衛は相変わらず長政の実力を認めていない。すべての面で自分が勝っている自負心があったのか、それとも初めから馬が合わなかったのか。やがて官兵衛が亡くなると二人の関係は破綻へと向かっていく。仲良くなれそうもないわ。長政は福岡52万石の大使となって家を残し、片山又兵衛は浪人となり大阪の陣で最後を遂げた。もしかすると長政の行動力は、又兵衛に対する敵外心や、強い主君であらねばという強烈な自負心から来ているのかもしれない。そうかもしれないわね。1623年、長政は京都における黒岳の位牌寺、宝恩寺の客殿神樹にて、56歳の生涯を終えた。徳川家光の三代将軍千家の先見として、早くに上洛していたが、すでに病にかかっていた状態だった。また、余談だが長政は藩士となって以降、数々の産業を奨励し、博多人形や博多織、高取焼など伝統工芸の復興に力を入れ、現在に至るまで福岡の名産品となっているんだ。そうなの？すごいわ。織田信忠といえば、一昔前までは父信長の陰に隠れて凡庸というイメージもあった人物だが、歴史研究が進むにつれて再評価されつつある。1557年、織田信長の長男として尾張の国清洲城で生まれる。官製長州諸家府では生駒家宗の娘を母とする。信長の長男よね。父ほど強烈な個性はないが、武勇や統率力、政治力といった部分で実力があるとされている。また、誰より信長が信忠こそ後継ぎにふさわしいと太鼓判を押していた。認められているのね。歴史を振り返ると名君とされる人物は多くいるが、もし名君になれる条件があるとすれば、以下三つだろう。人柄、教育、優秀なブレインだ。人柄はその人が持って生まれたものだから別として、特に信長が力を入れたのが教育、優秀なブレイン。ブレインって何？ブレインは、特定分野で助言を行う、顧問や有識者を指す言葉。ブレインの役割は、簡単に言うと適切な判断ができるよう、アドバイスすることだ。信忠が生まれたのはさっきも述べたが1557年。その10年後には足利義昭をいただいて上洛しているから、信忠の将来を見据えた教育を進めた。将来を見据えた教育？上に立つ人間としての帝王学を教え込み、自ら戦場へ信忠を連れて行って合戦とはどういうものかを学ばせた。帝王学？帝王学は、王家や伝統ある家系、家柄などの特別な地位の後継ぎに対し、幼少時から家督を継承する間の特別教育。またさらに、実際に戦場での経験も積ませた。信忠は浅井朝倉との戦いをはじめとして、伊勢山合戦や長島一向一揆攻めなど、経験を重ねていく中で、大将として大きく成長する。何事も実践あるのみ。1576年になると、信忠は家督を譲られ美濃を与えられた。この段階で信長は優秀なブレインを付属させる。まず目付として武勇名高い川尻秀高をつけ、さらに森長吉や池田恒興といった古参の武将たちを寄り木とした。そこに斎藤利春ら美濃衆や尾張衆などが加わる。美濃って？美濃の国を指す木簡は多く見つかっているが、石上遺跡、飛鳥池遺跡、藤原旧跡など、7世紀の木簡は皆、美濃の国と記す。青野、大野、鏡野という3つの野に由来するという説がある。そうなの。信忠は信長が持っていた茶道具のうち8種類を譲られ、翌日にはさらに3種類を渡されている。信長と茶の関係は、他の大名と比べて特徴的なことがいくつかある。それはお茶というより茶器との逸話が多いこと。茶器？一番有名なのは、領地の代わりに部下へ茶器をあげたことだ。信長は名器狩りと言われるくらいいい茶器を漁っていた時期があり、それと同じくらいのペースで、部下への褒美として茶器を与えている。これが褒美だったのね。また、朝廷との交渉を見据えて前田玄義を抜擢。玄義は朝廷と太いパイプを持ち、儀礼や有足古実に通じた知識人。こうして信忠体制は徐々に形となっていった。信忠が個人で動員できる兵力は織田家でも最大となり、播磨や紀伊など各地へ信忠軍団が馳せ参じた。恐るべき成長ぶり。信忠の人柄や性格についても、残っている資料こそ少ないが、その人となりを忍ばせる逸話が伝わっている。信勝や信忠から弟たちとも仲が良く、頻繁に手紙のやり取りをしており、三人で一緒に能を演じたという話もあるほど。やっぱり上に行くには周りから慕われる人柄も大切よ。
一方恋愛に関しても、いい名付けだった松姫を案じ、生涯性質を持たなかった。とはいえ後継ぎがいなくては織田家が立ち行かない。たまたま摂津国衆塩川氏の屋敷を訪ねた時、鈴という女性を見始めて恋に落ちた。ただの政略結婚ではなく純粋な恋愛感情を持った信忠は当時とすれば珍しい考えを持っていた。恋愛感情も人間として当然よね。ところで1578年前後から、信長は朝廷の官職を次々に辞している。次の織田家を担うのは信忠だと公言しており、信忠に高い官位を与えてほしいとの気持ちの表れだ。思い通りの期待に応えてくれる信忠は信長にとって自慢の息子で、全てを任せることに安心もしただろう。相当の信頼だわ。しかし本能寺の変が起こったことで、信忠もまたこの世を去った。信長もよね。信忠は信長の宿所である本能寺を明智光秀が強襲したことを知ると、本能寺へ救援に向かうが、信長自害の知らせを受け、光秀を迎え撃つべく異謀党との津田源三郎、京都諸子大の村井定勝や重臣斎藤利春ら、側近と共に叙勲実仁親王の居宅である二条真吾所に移動。信忠は実仁親王を脱出させると、手回りのわずかな軍兵と共にそのままそこで籠城した。そうなの。しかし、明智軍の伊勢貞沖が攻め寄せると、織田信忠は敵兵の数の多さに勝ち目がないと思い、その場で自刃。まだ26歳の若さだった。この時、解釈は鎌田新助が務め、信忠は二条御所の縁の板を剥がして自らの遺骸を隠すようにと命じた。その後、父同様、信忠のその首が明智軍に発見されることはなかった。隠されたままなのね。信忠は武田家滅亡後に八王子に落ち延びていた松姫に使者を出しており、彼女を明覚寺に招こうとしていた。すでに旅中にあったとされるが、しかし再会を果たすことはできず、信忠自陣の方を聞いた松姫は八王子に戻り、出家して信玄院で武田家と共に信忠の供養を行った。もし生きていたなら日本の歴史も大きく変わったのではないかと言われている。それくらいすごい人物だったのね。戦国の黎明期に関東地方で活躍し、北条氏全盛の基盤を築いた伊勢宗瑞だが、その嫡男が北条氏綱。親子で姓が違うのは、氏綱の代から北条姓を名乗ったからだ。伊豆の国、相模の国を平定した宗瑞の後を継いで両国を武蔵藩国、下総の一部、そして駿河藩国にまで拡大。勝手兜の大締め世の遺言でも有名だ。なるほど。今川氏から広告事情を与えられた宗瑞は、伊豆や西相模を次々に攻略していく。そして、扇や上杉氏との対決を控えた1519年、宗瑞がこの世を去る。北条氏を称するようになるのは父宗瑞の死後、1523年か1524年からだ。宗瑞は北条氏を称することは生涯なかったが、ご北条氏としては氏綱を二代目と数える。そうなの。なお、氏綱以降の当主が代々通じとして用いる氏の字は、宗瑞の別名として伝わる。長氏、氏重、氏森の変記に由来するものとも考えられるが、氏綱の元服時に宗瑞がまだ今川氏の姻族、重臣であったことから、いとこである今川氏親からの変記として与えられたとする説がある。諸説あるのね。氏綱は後継者として着実に経験を積んでいたが、まだ何かが足りないと感じていた。伊勢氏は文字通り伊勢の国から起こった一族であり、もともと東国には縁もゆかりもない。東国武士の心を動かすには理由づけが必要だ。どんな理由かしら。氏綱の性質は横井相模の森の娘だといい、鎌倉時代の北条氏につながる女性だった。そこで氏綱は、北条の出自を大いに利用した。自分こそが関東を治めるにふさわしい存在だとして、堂々と北条姓を名乗ったんだ。また近年の研究で、この北条改称は単なる自称でなく、朝廷に願い出て正式に認められたものと考えられている。だから名字が違うのね。東国武士にとって北条という存在は特別で、彼らを引きつけるものだった。上杉氏を敵とみなす氏綱にとって非常に都合も良かった。こうして北条氏綱は積極的な軍事行動に出た。何をしたの？まず武蔵南西部を支配下に収め、さらに進んで武士たちの調略を行った。1524年、氏綱は伊豆相模全域から兵を出し、1万以上の軍で武蔵に攻め込んで、権現山城、世田谷城など扇ヶ谷上杉氏方の城を次々と攻略して荒川をとか、和睦を破ったことに激怒した友沖は出陣、目黒川を渡った高輪原で両軍は激突した。そうなの。最初は山上に布陣する扇ヶ谷軍が背水の陣である北条軍を押したが、兵力で上回る北条軍が押し返し扇ヶ谷勢を撃破。敗走した友沖は居城の江戸城に逃げ帰るが、氏綱はこれを追撃し1月下旬に江戸城を包囲した。ところが、窮地に陥った友沖は思わぬ行動に出た。何かしら？友沖はすでに和睦していた山内上杉の憲房の支援を受けて体制を立て直し、
関係が悪化してた古学坊、足利高元とは僕、さらに回収後武田信虎とも結んで北条包囲網を形成し反撃。それだけじゃない。上総の武田氏や里見氏、お弓久坊、足利義明までが敵対し、氏綱の周囲は敵だらけになった。本当に敵だらけじゃない。8年にわたって氏綱は粘り強く戦い、その間に武田氏や里見氏が内輪もめで脱落。ついで上杉智興の死によって包囲網にほころびが生じた。氏綱は間髪入れずに反撃に移り、河野台の戦いでは足利義明を討ち取ってみせた。すごいわね。ピンチをチャンスに変えた氏綱は、やがて東京湾一帯を支配し、北条氏飛躍の基礎を築いた。父宗瑞が布石を打ち、息子氏綱が実行に移して偉業を成し遂げた。氏綱の最後は第一次河野台合戦の後、氏綱は暴走を氏康に任せ小田原城まで帰還している。これ以降、氏綱が出陣したことがないためここで隠居したのではないかと思われる。そうなの。氏綱に敗れた扇ヶ谷上杉友貞が、山内上杉家の上杉のりまさと手を結んで反抗の兆しを見せ始め、さらに今川軍との戦いも長期化する中、1541年5月に病に倒れ7月に死去、55歳だった。氏綱の時代に御北条氏は、総帥からの伊豆、相模に加え、武蔵藩国と下総の一部、そして駿河藩国を領国としていた。北条氏は氏綱を、二世氏綱君は父の後をよく守って皇嗣としての功があったと評価している。しっかり活躍し、周りにも評価されてたのね。歴史上、徳川家康が幕府を開いたことで江戸時代が始まってるが、厳密な意味で戦国時代が終わったわけではない。相変わらず荒々しい気風は満ちており、何より豊臣家も健在だった。そうよね。二代将軍徳川秀忠に関して、世間一般で戦いが弱い、凡庸、親父や嫁に逆らえないなど散々な評価だが、誰よりも厳格に幕府政治を進めたのは、間違いなく秀忠だ。すでに家康が生きているうちから江戸で幕府機構を整理し自分の治世が始まると強力な武断政治を実行。自分の役割を責任持って遂行してたんだわ。秀忠は1579年、徳川家康の三男と弟臣の国浜松城に誕生。母は、西郷の局だ。同尾邸に関ヶ原の戦いで活躍した松平忠義がいる。家康の息子ってだけでなんか貫禄あるわ。秀忠が誕生してから5ヶ月後に、長兄信康が切腹。次兄秀康は豊臣秀吉に養子に出され、後に結城氏を継いだため、母親が三河の国の名家出身である秀忠が実質的な正室として処遇される。実質長男のような立場だったのね。そんな秀忠の存在が注目されたのは、家康と秀吉の講和条件として、秀吉の妹である朝日姫を家康に嫁がせることになった時だ。家康が、朝日姫が家康の子を産んでも嫡子としないこと、長丸を秀吉の人質としないこと。万一、家康が死去しても秀吉は徳川領五カ国を秀忠に安堵して家督を継がせることを条件にした。秀忠の立場を守っているように感じるわ。秀忠もそもそも自分の役割は徳川を頂点とする幕藩体制を盤石にすることと理解しており、家康も生前から秀忠に期待をかけていた。秀忠にとって強い将軍像こそ理想だった。強い将軍像か。朝廷への内部干渉を進めることで結びつきを強くし、武家諸法度を制定して全国の武士を管轄下に置いた。武家諸法度ってどんな内容？武家諸法度とは、江戸幕府が国を安定して統治するため、大名たちがしてはいけないこと13選を定めた法律だ。江戸時代が約260年間という長い期間続いたのも、武家諸法度がうまく機能して、大名たちの暴走を抑えられたからとも言われている。初めて知ったわ。さらに秀忠は、将軍を退くまでの7年間に多くの大名を取り潰しており、その空白地を直轄領にしたり、審判、不代大名を入れて権力強化を図っている。秀忠はじめ、幕府が厳しく対応したのは外様大名だけでなく、徳川一門や不代であっても容赦なかった。法を犯す者は誰でも処罰の対象だったんだ。それが正しいもの。日本を戦国の気風から脱却させるには、より権威のある強い者が押さえつけるしかない。また、家禄というサラリーを武士に与えることで主従関係を明確にした。そういった意味では、武士の本質すら変えようとしたんだ。家禄って？主君がその家臣である武士に与えた俸禄、家について支給され、江戸時代には世襲化していた。俸禄の者は領地を、普通の武士は米国を支給された。なるほど。戦国時代を終わらせ、近世日本の扉を開いたのは間違いなく秀忠の功績と言える。ちなみに家康が大切にし、旗印にも用いた言葉で、オンリエド、ゴングジョードというものがある。汚れた国を嫌い、仏の世界を心から願い求めるという意味になるが、きっと秀忠の理念もここにあった。そうかもしれないわ。戦乱で荒れ果てた国はもうたくさん。これからは平安な世を願おう。そういった意味に受け取れる。
家康の理想を秀忠が叶えたと考えれば親の期待にふさわしい行動を取ったのではないか。十分な親孝行よ。秀忠の最後は1631年、忠長の領地を召し上げて蟄居を命じたこの頃から体調を崩し、1632年に薨去、54歳だった。さて今回は、期待に応えた二代目を5人紹介したぜ。話を聞いてどう思った？二代目って親のコネだったり周りからの忖度だったりラッキーな部分もあると思うの。でもそれ以上に親基準で自分を判断されたり比較され評価されたり、自分自身を評価してもらいにくいってところは間違いなく辛い部分ではあるわよね。そうだな、そんな中でもプレッシャーや重圧に負けず自分の責務をしっかり果たした武将たちは、正当な評価がされるべきだよな。現代でも二世と呼ばれる人は多くいるけど一人一人をしっかり個人として見て、評価するようにしないといけないわね。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。